はい、こんにちは。どうも、僕監督と申します。ウィニングイレブン2019マイクラブ実況プレイ始めていきたいと思います。はい、昨日言った通りね、今日はね選手補強しようと思います。はい、こちらですね、ボックスガチャかもしくはトップエージェントかちょっと悩んでるんですけれどもね、まあとりあえずこのスペシャルエージェントのね、シルバープラスレベル1引きたいと思います。いきましょう。まあ詳細必ず確認しないといけないんでね、確認しておきましょう。 2.9% で黒が来るということでね、どういったガチャ券なのかな、これ。とりあえずコンピューターのねチャレンジカップの、報酬です。はい、ということで、まあとりあえず引いていきますか。選手獲得 OK、 レベル1っていうのがねちょっと、まあ、1からということで結構ね上げるのめんどくさかったりするんですけどね。はい、来たー。僕やはりガチャの画面心躍る。フランス来た。フランス、パリサンジェルマンか。違うな、これ。あー、シルバー、お望み通りシルバーみたいな感じですね。まあまあまあ、デリック・ルカセン、あ、ディフェンシブミッドフィルダーいいじゃないですか。僕ね、銅の選手とかずっと使っとったんでね。リアリティシルバー、まあまあまあいいでしょう。はい、ということで、まあ幸先よくねディフェンシブミッドフィルダーを獲得したということで、今日はね一応ねこの3連のやつ、まあ2万 5000GP で引けるやつを3回7万 5000GP を使って選手を10人ね獲得していきたいと思います。はい、まあこの、まあ、ここではね9人目、9人なんですけれどもね。はい、ということで、まあ詳細情報見ていきますか。これやね、あ違う、獲得候補リスト、これを見る。で、結構欲しい選手ね、やっぱりね固まってるんですよね。ここイスコ欲しい、ムバッペもちろん欲しい、まあ、黒は誰でもいいからとにかく欲しい、この辺も黒になってたのか、怖いところやね。これミシバチュアイ欲しい、アントニー・ロペス、ピックフォードね、アセンシオ、ここが絶対欲しいんですよね僕。であとレオン・ベイリー、デレアリ、あいつおらんのかな、シルバーの。この辺はここもいいですね、クリスチャン・パボン。でもねちょっとウィングはね溢れてるからね、もうそこまで求めてないかなという。ウィングだけでスカッと何個も作れるぞみたいな状態になっちゃうからね。どうしようかな。あとあれどこね、シルバーちょ名前がねパッと出てこへんねんけどね。おらんね、名前出てこへんからおらんね。もうすぐそこまで出てきそうやねんけど名前あれ何やったっけ、スペインの、いないな、名前ほんま出てこへんわ。顔を見て思い出そうという作戦やねんけど出てこへんからもういいわ。あ、乾選手いいな、中島選手とか、この辺もいいっすね。でもウィングやわウィングばっかりや。まあ、でも中盤まず獲得したいから、コレクターズボックスというよりもまず、トップエージェント1回引こうかな。ミッドフィルダーね、これ十分でいいんちゃう。賞賛ありやで、ミッドフィルダー引きたいと思います。詳細情報へ。黒 2.9、 まあ全然いいよ。はい、いいですね。でハメスが意外と87ということで結構上がったんですよね。お目当ての選手どこいるんだろう。79のね銀玉やと思うんですけど、どこや。もう少し、79の銀玉って山ほどおるやん。もう名前が出てこへん。もう取っていく。あれや、スペイン。いやー、78か、ひょっとして。78という落ち。オマルとかもおるな、これ。面白いな、このガチャ。あれ誰やろセバージョスね、思い出したここまで来て思い出した。セバージョスどこおんねん。オッケーオッケー、まあこれね行きたいと思います。獲得候補リスト、いやもう見たってそれ。はい、まあまあまあ、とりあえず中盤の補強ということで、とりあえず1回ねこれ3連引きたいと思います。GP で支払っていきます。それでは行きましょう。さあ、まあここの段階ではねまだ黒出る可能性あるからね。はい、来た、ガチャ。フランスか、フランス国。どうだ。あー、シルバー。いやー、トマ・マンガに。いやー、悔しい。いや、めっちゃ力強いな、あの拳。で、どうなった。セバージョス出てこない。
いや、これあかんわ。やめとこう。二度と引かん。トママンガニ。まずトママンガニ。はい。なんか能力めっちゃ低いな。75やしな、こことかも。いやー、誰よ。ボルドーやね、これ。全員あれなんかな、フランスのチームか。あ、違うな。アトレティコ、パラナエンセ。なんか必ずこういうね、ブラジルのチームみたいな選手一人混ざってきますね。こういうボックスガチャ。ボックスガチャじゃないけど。OK。ボックスガチャ行こう。今週来てるからね。コレクターズボックス。いや、今のちょっとね、ほんと、一回引いて失敗やったわ。さあ行こう。ここやで、ここ。行きます。マイクラブ。国籍どこだこれ。フランス。フランスか、ほんまにフランスか今の。シルバーや。あかん、誰やこれ。ジャンポール・ボエチウス。何やこれ。ほくろみたいな箱あるけど、あれほくろ。そこらはどうでもよか。うわ、バンバ。ジョナタン・バンバ。聞いたことありますね。ジョナタン・バンバって75なん、もともとは。あれが88ぐらいまで上がってんねんからな。すごいな、あの注目選手。フューチャードプレイヤー。いや、能力低いで、ジョン・ワル・ボエチウス。で、シーベ、これがあの、ライセンスたくさん増えたことによる影響か。ベルギーのクラブ・ブヘル・ブルッケ。いや。きついぞ、これ。名前分からへん。シュライファース。まあ、勉強になるわな。でも、顔はね、ちょっとしっかり作り込んでほしいよな、これ。ちゃんとこういうフェイス使ってね。で、ジョナタン・バンバ。バンバ。バンバ。うん、ちょっと見ようかな。もうええわ。はい、ラストいこう。もうこうなったら、もう黒いくしかないんやけど、なんか黒出る気せへんよな、今日。こんなこと初めてだ。それでも、ガチャを引く手がやめられない。25,000GP 使っちゃったよ。さあ、頼む。スパニッシュ。いや、これスパニッシュの色じゃない。イタリアの色や。いや、まあでもね、あ、金か。誰やろう。ああ、ディアボロや。今のままボランチでいいですね。ナポリ、ギニアのディアワラ。アマズディア、ディアワラ。アンカーです。いいです、アンカーは。結構嬉しい。ユニコーンも似合ってます。ピッタシコン。いやー、しかし、後の2人、ちょっと微妙。アブドゥライトゥレ。フランスなんと、ナポリ、でも、ディアワラか。フランコ・チェルビ。なるほど。スピードめっちゃ速い。これでもなんか、あれやんな。見たこと思うねんけど。2018の時に獲得したような気するで。顔は似てんねんけど。2018の時と。はっきりこの選手かどうかっていうのが分かれ。コンディション安定だ。でもまたウィングか。ウィング A 選手多いな。ソロットルはディフェンシブティールだ。トゥレ。アブドゥライ・トゥレ。これなんか、ややっとると関係ある？関係ないかもしれん。アマドゥ・ディアワラ。難しいね。はい、ということで、まあ、選手10人補強しました。まあ、結構中盤の選手ね、たくさん来たんですけれども、まあ、超絶というか、まあ、求めてた選手じゃないなという感じはあるんですけどね、まあ、ディアワラはまあまあよくいいかなという気がするんですけどね。はい、まあ、ディフェンスもね、あと補強したかったなというのは一つあります。でももう仕方がないです。トップエージェント引くんじゃなかった、本当に。はい、ということでね、またまあこの戦力で、次回もね、やっていきたいと思います。できたら、まあ、黒玉確定まで一気に行きたいんですけどね、果たしてどうなるのかといったところで、今日はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。